皆さん、こんにちは。マーティーン、でアノムヤクルーバー、イキーです。クイズ、小学6年分、理科編いきます。私、理科一番苦手な教科です。では、一問目。野毛師と西洋タンポポで違うところは何でしょう背の高さ。花が咲く季節。花の色。正解は背の高さでした。では、もう一丁ちょ羽の数は何枚でしょう正解は4枚でした。毒や棘があるので触ってはいけないものは何でしょうイラクサ。シロツメクサ。 ダンゴムシ、アリ。正解はイラクサでした。はい。次の問題。えー、次のうち茎の部分を食べているのはどうでしょうジャガイモ、さつまいも、ごぼう。正解はジャガイモでした。では、えー、次の問題。ワンゴムで進む車はゴムの何の力を乗せるでしょう 切れようとする力。元に戻ろうとする力。もっと伸びようとする力。どれでしょう正解は元に戻ろうとする力でした。では自分の顔を内輪で仰ぐとき涼しくないのは何でしょう内輪で弱く仰ぐ。内輪で強く仰ぐ。正解は内輪で強く仰ぐでした。次のうち風の働きでないのはどれでしょう風車が回る。落ち葉が飛ばされる。タコが空に上がる。ボールが弾む。正解はボールが弾むでした。ごめんです。以上です。バイバイ。